こんにちは。今日の講義は書籍食べるほど痩せるズボラ缶詰ダイエットです。この書籍は自身も12キロのダイエットに成功し3000人以上をダイエット指導したカリスマ保健師による初の缶詰レシピ集です。時短調理、栄養たっぷり、保存が効く缶詰を活用し糖質オフ&高タンパクの即痩せレシピ73品を収録しています。まずこの本の最大の魅力は面倒な下処理が不要で長期保存ができ手軽に食べられる缶詰を使ったレシピである点です。サバ缶、ツナ缶、イワシ缶、サケ缶、アサリ缶、うずらの卵缶、ホタテ缶、大豆缶などそのまま食べても美味しい缶詰を簡単な調理でさらに美味しく楽しむ方法を紹介しています。第1章では火を使わない超ズボラ缶詰レシピが、第2章では電子レンジやトースターを駆使した簡単レシピが、第3章ではフライパンを使った煮込みや焼き物が、第4章では一皿で大満足のご飯や麺料理が、第5章では缶詰の栄養を丸ごと生かしたスープや鍋がそれぞれ紹介されています。この本の大きな特徴は誰でも簡単に作れるように設計されたレシピの数々です。火を使わないレシピが豊富で調理の手間を最小限に抑え忙しい現代人に最適な解決策を提供します。さらに電子レンジやトースターを使用したレシピも多数収録されており、短時間で健康的な食事が完成します。また缶詰を主な材料としているため下処理が不要で調理がスムーズです。73品のレシピがあり、サバ缶からツナ缶、イワシ缶など多彩な缶詰を利用したメニューが満載です。時短調理が重視されており、忙しい日常でもストレスなく取り組める内容となっています。さらに長期保存が可能な缶詰を使用しているため食材の準備も簡単で経済的です。これらの特徴からこの本のレシピは調理経験が少ない人や時間のない人でも簡単に実践できるように設計されています。この本を通じて得られるものは、健康的な食事の準備が楽になるだけでなく栄養バランスの取れた食事が維持できることです。缶詰を上手に活用することで手軽に栄養豊富な食事が作れるようになります。例えば忙しい朝には電子レンジで温めるだけで完成する朝食メニューが健康的で満足感のある一日の始まりをサポートします。またこの本のレシピは糖質オフや高タンパクを意識した内容が多く、ダイエット中の方にもおすすめです。特にタンパク質や良質な脂質が豊富な缶詰を使ったレシピは筋肉量を保ちながら体脂肪を減らすのに効果的です。さらに長期保存が可能なので食材の無駄を減らし経済的な面でもメリットがあります。食事の準備が簡単で手軽にできることは生活の質を向上させる要因とも言えます。忙しい現代社会においては時間をかけずに健康的な食事をとることが難しいと感じる人も多いでしょう。しかしこの本のアプローチはその問題を解決する一助となります。缶詰を使ったレシピで栄養価の高い食事を手軽に実現できるため日常生活のストレスを軽減し健康的な食習慣の確立を支援します。さらに火を使わないレシピや電子レンジで調理する方法が多数紹介されているため料理初心者や調理時間の制約がある人にも非常に有益です。これにより誰もが手軽に健康的な食事を準備できるようになり食生活の質を向上させることが期待できます。食べるほど痩せるズボラ缶詰ダイエットは食事の準備にかかる負担を軽減し健康的な食習慣の形成をサポートする優れたガイドです。缶詰を使ったレシピの豊富さと手軽さは多忙な現代人にとっては大きな魅力です。この本を通じて誰もが簡単に健康的な食事を楽しめるようになることでしょう。ダイエットは現代社会において永遠の関心事です。多くの人々が健康を保ちながら理想の体型を手に入れたいと願っていますが、その実現は容易ではありません。食事管理や運動習慣の改善が必要とされる中で食べるほど痩せるズボラ缶詰ダイエットが示すように効率的で実践しやすい方法論は重要なポイントです。ダイエットにおいて特に注目されるのは食事の内容と管理です。缶詰ダイエットが注目される理由の一つにその手軽さと栄養バランスの取りやすさがあります。現代人は忙しさに追われ
時間をかけて健康的な食事を準備する余裕が少ないと感じることが多いですが、缶詰を利用することでこの問題を解決することができます。例えばサバ缶やツナ缶などの缶詰は保存が効くため、常に手元に置いておける利便性があります。これにより急な食事の準備が必要な時でもバランスの取れた食事を手軽に用意することができるのです。さらに缶詰には栄養価が高いという利点もあります。例えばツナ缶には高タンパク低脂肪の食材が豊富に含まれており、筋肉を増やしながら脂肪を減らすダイエットに効果的です。サバ缶には EPA や DHA といった健康に良い脂肪酸が多く含まれており、心血管の健康をサポートする効果が期待できます。このように缶詰ダイエットは単なる手軽な食事準備法にとどまらず、健康面でも大きなメリットを提供するのです。また近年では糖質制限や低カロリー食品の需要が高まっており、それに応じた食事法が求められています。食べるほど痩せるズボラ缶詰ダイエットでは糖質オフのレシピを多数収録しており、ダイエット中でも満足感を持ちながら効果的に体重管理を行うことができます。例えばご飯や麺類を使った料理でも、糖質が気になる人にとっては缶詰を使ったアレンジが大きな魅力となります。さらにダイエットだけでなく健康的な食事習慣の確立にも貢献します。日常的に使える缶詰を通じて自宅で手軽に栄養バランスの取れた食事を実現できることは、生活の質を向上させる一助となります。特に火を使わないレシピや電子レンジを利用した調理法は、料理の苦手意識が強い人でも取り組みやすいという点で大きな利点があります。総じて食べるほど痩せるズボラ缶詰ダイエットが示す手法は、現代人のライフスタイルに合った実践的な解決策を提供します。食事の準備にかかる負担を軽減し、健康的な食習慣の確立を支援することで、多くの人々がより健康で充実した生活を送ることができるでしょう。この本が示すように、ダイエットはただ体重を落とすだけではなく、健康を維持するための重要なステップであり、その実現に向けた道筋を示してくれる存在なのです。そして最後に、読書で美容と健康の勉強も大事ですが、美容と健康には人のニーズや目標に合わせた専門的なサポートの提供、効率的かつ効果的な結果を得るためのプログラム、単に読書だけでは得られない個別の指導やモチベーション向上も必要です。ダイエットや健康管理において、個々の身体特性や生活スタイルに合わせた的確なアドバイスやサポートを受けることで、より確実に目標達成が可能になります。そのためにライザップ結果にコミットプライベートジムが推奨されます。このジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、クライアント一人一人に合わせたカスタマイズされたトレーニングプログラムを用意しています。これによりこれまでのダイエットやジム通いが続かなかった人でも、自分に最適な方法で健康的な体重管理が可能となります。ライザップの特徴としては、まず専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが挙げられます。個別の身体状況や目標に応じてトレーナーが最適なプログラムをカスタマイズし、その過程で丁寧に指導します。また食生活やメンタルのマネージメントも含めて、トータルな健康管理をサポートする体制が整っています。さらに30日間の無条件全額返金保証が提供されており、クライアントはリスクなくサービスを試すことができます。1日50分週に2回のトレーニングスケジュールは、忙しい現代人にも適しており、無理なく続けられるよう設計されています。無料カウンセリングや完全個室のプライベートな空間も用意されており、クライアントが安心してトレーニングに集中できる環境が整っています。このようにライザップ結果にコミットプライベートジムは、単なるダイエットジムではなく、健康管理に特化したニーズに応えるサービスとして高い評価を受けています。個々の目標達成をサポートし、健康的なライフスタイルを実現するための信頼性の高いパートナーとして多くの人々に選ばれています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。